型コロナウイルスの対応で、安倍晋三政権の行き当たりばったりを象徴するような、466億円の予算を投じた、アベノマスク、こと、布マスク。その受注先について、当初は納入業者は4社とされ首相官邸と厚生労働省は講和、伊藤忠商事、松岡コーポレーションの3社を明らかにしていたが、残る1社については、なぜか、堅くなに公表を拒んできた。政権との癒着疑惑が強まってきたからか、ようやく4月27日に公表された社名。それは誰も知らない、謎の商社、だった、写真。ユースビオの事務所が入るプレハブ風の長屋。